パッチワークの丘って言われてるのがこっち方面なんですけど、美瑛で最初はまずこっちから全国に知れ渡ったんですね。その後、市街地の向こう側ですね、なんて名前だか忘れちゃったけど、そして今は色彩の丘とかあっちの方にも広がっています。